ポカテロはアメリカ海軍の懲戒フリゲート、タコマ級フリゲートの一隻。艦名はアイダホ州にある都市、ポカテロにちなむ。ポカテロは当初 PG-117 として、1943年8月17日にカリフォルニア州リッチモンドのカイザーカーゴ車4番ヤードで寄港した。1943年10月17日に、 諸将二族のポカテロ族長のひまご娘である、テルマディクシーによって、命名、浸水し、1944年2月18日に、艦長 SG カイル沿岸警備隊象佐の指揮下収益した。カリフォルニア州アラメダのゼネラルエンジニアリングドライドック社で偽装を行った後4月28日まで、サンディー号機で成長を行い、ポカテロは、ウェスタンシーフロンティアに配属され、 ワシントン州シアトル沖での気象観測任務に就く。5月17日にサンフランシスコを出港し、6月22日にシアトルに到着、1ヶ月後最初の紹介任務に赴く。ポカテロの観測担当区域はシアトル西方約1500マイルの海域であった。紹介は海上での30日間の観測とシアトルの港での10日間からなった。ポカテロは ステーション上で沿岸警備隊のカッター、ハイバと交代し、終戦までに十数回の紹介を完了した。その五歳海岸で任務を解かれる。ポッカデロは処分の予定でサウスカロライナ州チャールストンに送られ、1946年4月6日に到着、5月2日に退役した。ポッカデロはチャールストンでニューヨークの JC バークウィットカンパニーに売却された。 ありがとうございます。